こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。5月の8日の月曜日です。はい、ゴールデンウィークがね、終わりました。ということで、今日からまあ普段の日常に戻るわけなんですけど、正直戻れる気がね、あんまりしてないっていう、そんな感じですね。皆様はゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。私は特に何もせずにただただなんかもう休みをむさぼるっていう感じでね、満喫はしたんだけどっていうね、特にどこに行くとかはなかったんですけど、ただまあ聞くところによると割とね、みんな外出していろいろなところが賑わっていたという話は聞いてて、あとはね、ゴールデンウィーク中結構お天気が良くて良かったなっていうふうに思います。せっかくね、お出かけするんだったら天気いい方がね絶対楽しいですしね、っていうことで今日はすっごい天気悪いです。昨日からね悪いんですよ。雨で今降ってるのかな、一応止んではいるのかな、ちょっとずつ明るくなってきてるのかなっていう感じですね。予報では昼ぐらいからなんか雨は上がってなんか曇りになるっていう話だったんですけど、割とずっと降ってますね今日はっていう、そういう感じですね。で寒いです。普通に今日ね寒い、家の中でもねなんか寒かったんで、まあ今日もちょっとあったかい着物を着ていこうかなっていう風に思っているところでございます。で今日はね本当は午後から晴れるからちょっとね預けてあったお手入れに出してた着物を取りに行こうかなとかちょっと思ってたんですよ。割と前に仕上がったよっていう連絡はもらってたんですけど、なんとなく取りに行かずじまいでっていう感じでね、ちょっと放置してしまったので、いい加減取りに行かんなんなっていうので、あとは暑くなる前に合わせの着物なので、なんかいっぱいね暑い中着物運ぶのもしんどいし、まあ、まだ涼しいうちに行こうかなとかって思って今日行こうと思ったんですけど、雨降ってたんでもうやめて、今日は一日中家に引きこもって作業をしておりました。今着てるそうこのプレタの長襦袢もね、身幅と雪がすごく大きめ、すごくってほどでもないかな、まあまあまあ大きかったんですよ。なのでそれを直そうと思って、まあ、一人で適当にね直しておりました。マイサイズの長襦袢の、まあ、丈幅と前幅と後ろ幅と測って、あとはまあ雪かな、雪丈測ってっていう風にして、で、まあ、本来ならきっとねちゃんと縫い目をほどいて、で綺麗に縫い直してまたかけるっていうことをするべきなんでしょうけど、もうこれプレタだしいっかと思ってミシンでもうほどきもせずに無理やり縫ってる。なのでここら辺とかねちょっと本来ではありえないことになってたりして、ちょっとお見せできるようなあれではないんですけどっていう感じで、まあでもねやっぱり身幅、ね、左右で1センチずつ違えばもう全体で4センチ違ってくるわけだから結構な違いになりますよね。治ってるはずなんですよ、内側を縫い詰めたからっていう、まあ、そういう感じでかなりざっくりとしたお直しをしたので、ちょっとそれをね試しに着てみたいなっていうので、今日はこの長襦袢を着ようと思います。これともう一枚ね、この長襦袢もプレタのやつなんですけど、これもねちょっとここら辺が身幅というか丈幅のあたりがブカッとするなと思ったので、それを無理やり直したっていう感じです。綺麗にちゃんと採寸してないし、元の縫い目がね結構ひどかったりする分もあったので、もういいやと思ってミシンでビャーってやっちゃいましたね。はい、というわけで着ていこうかなと思います。そうだ、ちなみにねこのおろく串をゴールデンウィーク中に衝動買いしてしまいました。前からねずっと欲しいなって思ってたんですけどね、なんだかんだで買わずじまいだったんですけど、今になって買うっていうね、こっちの面が好きかな私は。こっちの面も木目の木の模様がすごく綺麗なんだけど、こっちのなんか透き通るような木の肌の感じ見えるかな、ピント合ってるかな分からんけど、とこのすべすべがね気持ちよくて、で今日は久しぶりにかんざし1本で留めております。縦に夜会巻きしてもいいんですけど、私あんまりね縦巻きのなんか夜会巻き的なまとめ髪が個人的に
似合わないわけではないんだろうけど、あまりね、あの夫からの受けがよろしくないし、あとなんかビチッとこうやっちゃうとなんかちょっと違うなっていう気がしてきたので、なんかもうちょっとねボサッとした感じにしたいと思ってでそのボサッと感を出すのが難しいんだよな。適当にボサボサさせればそれでいいかっていうとね、それはそれでだらしなく見えるだけっていうオチだったりするんで、その適度なボサボサ感を出すためにちょっとね頑張ってはいるけど、まあボサボサしてるだけですねっていう感じにはなってるけど、でもこのかんざし1本止めは割とうまくいったのではないかなと思います。普通は縦巻きだけど横を向きになるようにまあなんかやりましたっていう感じです。毛先にねパーマがかかってると非常にやりやすい。かんざしの1本止めがやっぱりね、あの髪の毛ある程度こう痛めつけてないとかんざしで留めるのは難しいなと思いました。はい、というわけで櫛はこの辺りに刺しとくのがいいのかな。で本当はここにシュシュでも引っ掛けるとねまた華やかになっていいのかなっていう気がします。というわけで、はい、ゴールデンウィーク中の買い物を披露したっていう感じですね。この襦袢は身幅が大きくって、あとね身丈もちょっと長すぎる気がするんだけど、身丈は今回直してないね。直してないけど後で直そうかな。直すって言ってももう本当にちょこっと折りたたんでミシンでバーってもうやるだけ。糸の色もどうせ見えないから合わせなくていいやっていう、なんかそういう気持ちでやっちゃうっていう感じですね。あ、狭くなってる。こうした時のクッとここにね布の突っ張りを感じるこの身幅感が非常によろしいですね。はい、これは去年から着始めてたはず。去年買ったんだっけ、着物モダンさんで買ったほとんど綿でできてて、5% ずつリネンとラミーが入ってるっていう、そういう生地ですね。確かね、 90% が綿で 5% リネン 5% ラミーだった気がするけど、違ったらすみませんっていう感じですまあ肌触りはねほぼもう綿です。薄い綿って感じなんだけど、綿でこの薄さだと多分ちょっと心もとないんですけど、麻が、まあ、ほんの少し入ってるんで多少のなんかしっかり感があるような気がしないでもないっていう、まあ私素人なんで分かんないんですけど、まあぶっちゃけ薄いっていうので風通りはいいんでしょうけど、肌にのせた感じ涼しいシャキッとしてるっていうのはないです。ふわっとしてます。逆に肌触りがいいので、あのむしろ今のぐらいの時期から着始めるのがいいのかなっていう感じですね。真夏にはもしかしたらちょっと暑いかもしれないですねっていう感じです。で本当は背中に獲物抜きがあの共布についたんですけど、もうそれもね外しました。わざわざ外さなくてもいいやんって思うかもしれないんですけど、まあなんとなく気持ちの問題で外しました。で前幅後ろ幅をちゃんとあの測ってやってるわけじゃなくて、だいたいまあ適当にね前幅後ろ幅の合計が前サイズの合計と何センチ違うかなっていうので脇をつまんで縫ったっていう、ね、3センチなら 1.5 センチつまんで縫うとかね、そういう感じでなんかざっくりとした感じで直したので、まあ、非常にねざっくりとしておりますな、お直しの内容がっていう、そういう感じなんですが、まあいいんじゃないでしょうか。雪もね長すぎて結構いろんな着物から出てきてたんですけど、まあ、多少雪もねここら辺をね無理やりミシンで叩いたので、まあいい感じになってるんじゃないかなというふうに思います。もういかんせん肌触りがいいからね、真夏には暑くても今の時期とか夏場でも朝の着物とかね結構肌当たりが硬かったりしてちょっと擦れて辛いなって思う着物もあるんですけど、襦袢これ着てるとねあの割と手首の内側とか、私割となんかねすれに多分弱い手首の内側してるんですけど、このふわふわ感なら割と大丈夫かなという感じです。で今日何着よっかな、ウールかな、ウール着る、どうしようかな、迷うな。木綿にするかウールにするかで迷ってる。でもこれにしよう。はい、
よいしょ。マイマルシェさんで買ったかすりの木綿の着物です。はい、身丈がね短いです。あと広襟なので、本当にいい加減このゴワゴワする広襟なんとかしたいなんとかしたいと言いつつ、なかなかなんとかできてない。あと汚いんだよね、見た目がさ。これ証券ついてるんだけど黄ばんじゃってるから、もうねいい加減ちゃんとほどいて外して、でパチ襟にしてシュッとしたね、あの襟にしたいんだけど、したいと言ってるだけで、やれよっていう話なんだけどやってないっていうね。まあいいんです。そんなわけで今日この着物にした理由としては、まあ単純に木綿が着たかったっていうのもあるんですけど、あとねもう一つ、今着てる長襦袢身丈直してないんだけど、直さなくても大丈夫じゃないかな、どうだろうなっていう。短めの着物を着てもうあの出てこなければ直さなくていいってことにしたいんでこの着物でちょっと様子を見てみようかなっていう感じです。まあ、言ってもこの着物そんなにめちゃくちゃ短いわけではないんだけどね。まあ大丈夫かな、直さなくてもね。多分マイサイズよりこの襦袢の身丈は長いんですけど、てか動画だとね長いのか短いのか全然具合が伝わらなくてあれなんですけどね。よいしょ。広襟着にくい、慣れてないとねやりにくさを感じますね。よいしょ。でもこの着物着た時のさ、体包まれてる感のこの安心感が素晴らしいですね。特に今日寒いからいいですね。でこの着物雪がね多分普通に短いんで、長襦袢はもしかしたら出てくるかも。よいしょ。ミシン使ってね着物直しててすごくね感じたんだよね。ミシンってやっぱ便利だわっていう。これ手で運針普通にね、あの波縫いっていうかするだけだとしても、やっぱミシンの方が早いし楽だよねっていうので、なんかちょっとね手を染めてはいけない領域に踏み込んだような、そんな気持ちになっちゃいましたね。もう次着物を作る時、もしかしたら私はミシンに手を染めてしまうのかもしれないとかちょっと思っちゃったけど、思っちゃったね。いやミシン楽でいいなと思ったね。サイズなんてだって直さんでしょ。着物リサイクルで買ってきたやつをなんか直す前提でリサイクル買うとかならわかるんだけど、自分で仕立てるのにさ、サイズ直すこと考えるかねとか、まあ今の体型からめちゃくちゃ太るとかめちゃくちゃ痩せるとか全然将来的にはあり得る話ですけどねっていう、そういう感じじゃないですか。だからまあいいかなとかって思ったりするんだけど、どうなんでしょうかね。よいしょ。ミシン楽でいいわ、ほんと。脇縫いとか背縫いとかバーンっていけたらね、どんなに楽だろうって思っちゃったよね。よいしょ。そんなわけで、よいしょ、とりあえず着物を着ております。まあこの長さで長襦袢出てこなければいいでしょうっていうのと、あと素材がね、この長襦袢は綿と麻でできてるから、上に着る着物が、まあ、木綿とか麻とか、あとウールでも多分そうだと思うんですけど、そういう素材だったら普通にあの着物同士の摩擦で引っかかって下から出てくることない気がするんだよね。よいしょ。この襦袢着てて歩いてて上がってくるってこともないから、割といい塩梅の素材なんだろうなとかって思ってます。そういかんせんでかかったのよ。で去年の夏に結構何回も着てたと思うんですけど、まあ、私自身がね着るのが超下手くそだったっていうのもあるんですけど、それにしたってねちょっとなんか襟周りの収まりが悪いなっていうのをずっと感じてたんですよね。自分の技術不足のを着物をのね、寸法とかね仕立てのせいにするのもよろしくないなとは思ってたんだけど、やっぱ直すとね格段に着やすさが変わるから、
それがね、たとえ素人の無理やりミシン直しであったとしてもやっぱね、寸法が近い方が着やすい。なんか仕立ての綺麗さとかよりも寸法がまず合ってるかどうかが大事だなって思ったので、なのでまあぜひね、ちょっとなんかうまく着れないな着物っていうか、特に長襦袢っていう風に思ってる方は、長襦袢はもうミシンでやっちゃっても外から見えないから、こことまあここかここぐらいしか見るとこないんで、ってことはほとんど見えないんで、どこにミシンの縫い目が走ってても大丈夫なんで、ぜひね、寸法をまあマイサイズに近づける、まあもしくはマイサイズがわからない人はいろいろ試行錯誤してみるのがいいのかなっていう気がします。で、私の中では私が今まで経験上ね、まあ、主にリサイクルとかをメインで着てきたっていうのはあるんですけど、それも含めて長襦袢は大きすぎるものよりも小さすぎるものの方が断然着やすい、どっちかしか選べないなら。で、そこの小さいやつからだんだんマイサイズにちょっとサイズアップしていくみたいな感じで、私は今の襦袢にのサイズ感にたどり着いた気がするかな。あとプレタの襦袢持ってる人、プレタは結構どうなんだろうね、まあ、身幅は大きすぎることが多い気がする。まあ私ぐらいの普通の体型だとプレタの長襦袢を雪と御丈で選んで買うと絶対にここはうまくいかない、あのすごく余るし、それのせいで襟がなんかうまくいかんみたいなことが結構あるので、脇だけでもね、こうこういう風にあの縫ってあげるだけで もうミシンでビャーンってやるだけでもいいんで、だいぶ楽になりますよ。ここがねシュッと落ち着くだけで、こう襟を持ってきた時のフィット感が全然変わってくるので、っていうことでございました。プレタの長襦袢をまあまあこの十分だよね。はい、まあ、元からね生地とか色とかすごく気に入ってたからさ、この色よね、この色いいよね、すごくいいと思ってる。で、意外と雪出てこないね。こうやってちょっと中で引っかかってんのかな、もうちょっと袖口まで持ってってあげよう。あ、やっぱりちょっと出るね、やっぱこの着物雪多少短いから。で、帯どうすっから、これにしよう。今日は普通に寒いので、最近ねあの動画の中ではあんまり喋ってなかったかもしれないんですけど、なんだかんだで小袋帯よりも人用帯を締めることが多かったんですよ。暑い日が多かったから。でも今日寒いんで普通に小袋帯にします。よいしょ。あー、この安心感ですよ。寒いんだよ今日。最近さ暑い日が多かったから余計にちょっと寒いだけでもう本当に寒くて無理みたいな気持ちになりやすいんですよね。なのでそういう時ほどあの油断せずにしっかりもう冬並みの装備、まあ、今日は冬並みってことでもないけどね、冬並みの装備でもいいぐらいの気持ちでしっかりねあの防寒して温めてあげないと、こういうところから体調崩すから本当にっていうのが、まあ私の今までの経験。ちょっと垂れ先短かったね今日。まあいいです。はい、というわけで、よいしょ。いいですね、この小袋帯の安定感と安心感ですよ。絶対寒くないもん、お腹周りっていうのはすごく思う。よいしょ。よいしょ。そう、今日はねそうやってミシン作業やってたんですけど、そういう作業やりながらずっとねなるちゃんと LINE 通話してました朝から結構ね、なんか長いことずっとなんていうの、喋りながらっていうか、逆だった、喋る時もあるし、お互いそれぞれ作業をする時は普通にお互い無言だったりするっていう、そういうねゆるい感じのあの通話をずっとつなげてて、さっき、まあ、お互いじゃあそろそろ用事あるから
切るねみたいな感じで通話終わったんですけど、通話時間見たら6時間とか書いてあって、おー6時間も私今日なるちゃんと電話つないでたんだみたいな、そういう感じでしたね。というわけでね、もうこれ Wi-Fi がなかったら通信量で死んでるところでしたね。いい時代になったものだなと思います。 Wi-Fi ありがとう。そしてそんだけ長い時間通話をつないでても全然大丈夫っていう、そんなね居心地のいいお友達がいるっていうのも非常にありがたいことだなというふうに思っております。そう、最近なるちゃんねずっと動画出てないけど割と元気かな最近はって感じですね。普通に私はねずっと連絡取り合ってるんで、あんまりなんていうかそんなになんていうの最近どうしてるっていうのはないんですけど、でも動画をね見てくださってる皆さんは分かんないと思うから、またねあのなるちゃんの話もできたらいいなっていうふうに思います。そんなわけで、そう寒い日はねもうこの特に獲物もね露出したら良くないんで、首冷やすともう一気に体がダメになっちゃうんで、これで家の中ですけど過ごそうと思います。寒くなったらまたアームカバーもつければいいかなとかって思ってます。もうちょっとこの髪の毛をねいい感じにまとめられるようになったらいいなっていうのが最近の悩みですね。悩んでもないけど最近考えることですね。まあ、こんな感じで今日は過ごしていこうかなと思います。とりあえず長襦袢の直しがうまくいってよかったというわけで、はい、あったかくしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。